どうも、ニキュナナです。始まりました。今回は少子化対策について徹底討論。ちらが言うことなのか、それは、うん、俺はね、もう浮いている。浮いている。あ、間違えた。憂いている。憂いている。お、浮いているって言ったな。すごい間違えたね。すごいけど、まあまあ、まあ、そんなやつが今から討論するの。でも日本のね、この先の未来が暗い、本当に。少子化問題ね、うん、あのね、めちゃくちゃ重いよね今ね。少子化さえ解決できれば、うん、日本の未来は明るいのよ。あ、逆にね、うん、いや、子供はやっぱね、太陽ですからね。そう、本当に可愛らしい。その明るい未来に合わせて太陽って言ったから、うん、学がない2人っていうのもあるから。まあだから、ろくな政策はまあ俺らはね、あんま出せないと思うけど、うん、こうなっていけば、うん、こういう政策あれば、うん、少子化対策解決できるんじゃないかっていう案をね、持ってきましたよ、ね、今日たくさん。これ内閣府にだってね、提出したらそれが通る可能性あるから。うん、まあでも俺らはさ、はい、本当に使命だと思ってる。俺は少子化対策 の、うん、あの責任を担ってる。なんでうちらが担ってんだよ。うん、ちゃんとやっぱその日本のことを思ってるならやんないといけないから。政策インフルエンサーとして。政策インフルエンサー政策インフルエンサーってあんのかな。じゃあぜひ、じゃあ少子化、対策の案はいを、持ってきたので、それで討論していきましょう。ボン。俺結構案持ってきたから、ポンポンいくかも。オッケー。まずは、うん、すぐできそうなやつ。1つ目、うん、バーン。下ネタ先生の配置。はあ、なるほど。これは各学年に1人、うん、まあ1組の先生、1年生だったら1組の先生、面白いね、2年生だったら3組の先生とか、うんうん、もう どこでもいいよ、各学年に1人、うんうん、めっちゃ下ネタ言う先生を配置してください。うわー、ちょっといいって思ったけど、でも実際のやだ。違う、でもこれさ、うん、こうつまんなかったら地獄だよ。うん、そうね、めっちゃ面白かったらさ、超学校楽しくなるから。これそうか、これになるためにも試験があるんだよね多分ね。もちろん、下ネタ先生の、もちろん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 、ちゃんと教員免許がねあるから、俺らのネタとか、うん、わかんないけど、その下ネタを学んでもらって、あ、でみんなの審査があって、そのね、他の先生たちも笑って、あ、これらもういけるよ、うんうん、もうっていうので、次の日から下ネタ先生に変わる先生もいるかもね。うわー、え、今まで国語だったのにみたいな。そう、下ネタ先生になったっていう。うわ、いや、国語だよ、同じ国語の先生だけ だけど、めっちゃ下ネタ言う国語になってる。うわ、先生がこういうの言ってけば言ってくほど、なんか性に寛容になって、確かに確かにね、でしょ、うん、なんてくんじゃないかって俺は。で、下ネタを言う上での教養もつくからね。そうだね、なんかこれは下ネタだけど、これは下ネタじゃないよみたいな、うん、そうだね。だからその、うん、セクハラとかもなくなっていく。そう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 、あ、これダメなんだ、これいいんだ、うん、みたいな。ちゃんとそこの倫理観を養うっていうのが絶対大事だから。そうだね、うん、だってさ、下ネタなんてさ、うん、全部セクハラって言えばセクハラなんだよこれ。そうだね、断定しようと思ったらそうだよね、うん、だけど下ネタっていう枠を残すことによって、うん、笑える下ネタが生き残れるし、うん、かつ少子化対策もできる。そうだね、っていうことだと思います。2個目いきますね、はい、これも割とすぐできますね。バーン、縦のつながり超強化。やっぱね、下ネタとか、うん、こういうエロいこと、性的知識を教わるのって保険の授業じゃないのよ。なんだろう、上の先輩、絶対上の先輩だから。で、まあほとんど、まあ半分ぐらいは同級生かもしれんけど、はいはいはい、基本的に性の知識のちゃんとした入り口は、うん、上の先輩なの。確かに先輩エロいイメージあるわ。実はなんかもう先輩知ってんのよ、うん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 、中1で入ってね、ウブも小6、ほぼ小6じゃん、中1なんて。まあそうだね、その状態で知ってるわけないじゃんあんまり。うん、ほぼ小6。あー、なるほど。縦のつながりだから、部活入ってない子なんてさ、うん、それ関わりあんま持てないでしょ。うん、まあ確かにね。けどしっかりその交流を持てる場を作る学校として、うん、プライベートでのつながりも作るっていうのが大事じゃない。あー、なるほど、そっか、そっからは先生は手出せないけど、あ、はいはいはい、まあ想像すればもうたやすいじゃん、うん、そういう話するやん。部活動でよくね。でだから部活入れない子とかのためにも、あー、なるほどね。でもっといろんな先輩とたくさんね、うんうん、確かにそれは普通にいい子とかもいいでしょ、うん、普通にいいんじゃないですか。次も、まだ割と、初歩的なやつです。あ、マジで。はい、全家庭ニンニク栽培。ニンニクは簡単に割と育つし、 あれそうなの、わかんないけど多分。おー、適当に。でも全家庭ニンニク作れると思うのよ俺。わかんねえだろ、作ったことねえんだからお前。いや、とね、やっぱニンニクはね、強力、マジで。あ、需要競争的なこと、うん、すんごいグーンなんだからニンニクは。なんかやだな、聞きたい。全家庭へニンニクをたくさん作っていけば、うん、多分出生率めちゃくちゃ上がっていくと思う。なるほど、勢力がね、うん、いっぱいついて。
ニンニクで多分栽培も簡単かもしれないという憶測も込めて、球根かなんかだと思ってる。球根かなんかだと思ってる俺は。球根あんだけ簡単だったし、ニンニクもだろうとは思ってる。そんな簡単じゃないと思うよ。こっからちょっとハードル上がります。モザイク超拡大。モザイクあった方がいいのよ本当に。え、なんでなんで。モザイクあった方がもうより興味そそられるし、やりたいって思う。あ、基本的に。いやどうだ、でも仕組みが分かんないからさ、逆にダメなんじゃない。いや、あのその仕組みとか行為自体はちゃんと知識教えるじゃん保健の授業で。まあ、下ネタ先生がいらっしゃるからね。そう、下ネタ先生に聞けばいいからね別に。いや、じゃあ保健の授業で保健の先生に聞いてくれよそれは。もっと拡大すると、どうなってんのどうなってんの、すごいあのその性的欲求が高まる。確かになんかモザイクってだけでエロいことしてそうだもんね。うん。足見せ超元気政策。膝丈20センチまでのスカートかパンツしか女性は履いちゃダメ。それはダメじゃないか。夏は。それはどうだ。これかなり厳しいでしょ。厳しいけど。それはどうだ。これやるともう全男子のもう性欲求がグイーンと上がるから、ね。いや違う、なんか全部スケベだな。いやスケベに感じるかもしれないけど、うん、これまあ表向きにあんまこういう風に言わなくていいのよね。クールビズ、うん、はい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 。なんてクールレッグみたいな。いやクールビズでいいじゃん。いやまあクールビズでもいいけど、クールレッグはちょっとスケベが覗いてこうやってちょっとの次もちょっとね難しいかもしれない。うん。下ネタ寛容女子ブーム。めっちゃ下ネタに寛容な女の子、うん、女タレントがめっちゃテレビ出る、うん、あー、まあ、昔もあったかもしれないね、うん、この流れは。まあなんかちょっとあったよね、なんかイエローキャブとかもね、うん、よかったもんね。あたしこれ私が頑張るのもしかして。お前だ。やだやだやだ、うん、じゃあ寛容になったつもりないし。なんか勘違いしてると思うんですけど皆さん。勝手に俺が寛容だと思ってる、うん、寛容になったと勘違いしてます皆さん。いやいや、同じ作最後これは結構むずいです。え、裸花一問目。いやもうダメです。もう無理よ。タイトル聞いただけで絶対に無理。厳しいってのは分かってるけど絶対無理よ、うん、学校で小学6年生の運動会の時に、うん、あの男女全員で全校生徒集まって全員裸で嫌すぎる花一問目をしてもらいます。なんでだよ。何の意味があるの。もうそれはもう盗撮とか絶対されないようにすごいもう守られた部屋で、ね、何の意味があるの。のその先生もなしでやります。性的なエッチなことはしないよ。普通に裸で花一問目だけするだけなんだけど。なんで花一問目。もうあれ多分強烈な印象に残るのこのイベントは。人生の本当にお前人生のお前何って言ったら、いや俺も若いか花一問、うん、なんかソーラン節みたいな位置づけなんだ。そうみんなにとってのソーラン節みたいな。うわー、でこれでなんかあの性のなんて理解力というかかなりぐんと上がる。ないよ絶対。いや一回だけこれをやってほしいな。キモすぎるだろ。6年生になったらやるらしいぞみたいな、もう日本の伝統みたいなもんだよね。何根付かせようとしてんの。国家斉唱並みに小学6年生になったら裸はない一問目と。いやっていう感じです。じゃあこちら選手の考えです。いや峰くんのはやっぱダメよ。いいのもあったけど、うん、こちら、はい、赤ちゃん五輪。赤ちゃん五輪面白そう。だいぶ制作としては面白そうだよ。これ赤ちゃんが参加できるオリンピック。おー、なるほど。が行われると。おお、ハイハイでみたいな。そうハイハイとか、うん、笑顔選手権とか。あー、なるほど。笑顔選手権もう審査員むずいよこれ。でも赤ちゃんに審査さそう。そう、赤ちゃんに審査は無理よ。赤ちゃんに審査無理だけど、うん、まあみんなこうほっこりする、うん、割と赤ちゃん五輪は。なるほど、赤ちゃん五輪すっげーと思う。楽しいじゃん、うん、でこうそれが日本の一番のムーブメントになるわけよ、うんうん、あ、ってことはもう赤ちゃん産んで。そう私も赤ちゃん赤ちゃん五輪出そうみたいな。あ、いいじゃんいう感じで赤ちゃんの出生率が上がる、うん、はぁっていう。それはすごくいいと思う。いうふうに赤ちゃんって本当に可愛くていいんだよっていうのを促すのがすげえいいかもしれんわ、うん、やっぱ子供が主役の現場絶対いっぱい作った方がいいね。あった方がいいね。はい、はい、ということで僕たちの制作は、こんな感じです。ぜひね、少子化対策、案がある人はコメント欄、それから、この政策がいいと思った人は、みんなで実行していきましょう。いや、やめろこの軍ってやつ。立ち上がる日本。やめろって。立ち上がる日本党を作る。いや村西徹も作ってたしね。やだやだ。ナイス党っていう感じです。バイバーイ。